こんばんは、メガトンです。スペースヘブン。壊れてんね。まあ、直してくれ。で、今は移送とかをしよう。違うな。交易をしようとか言ってなかったっけ？これか。交易、まずなんか水ある。氷はある。テック。テックが10個ある。他のはいいかな。医療道具とか、4つある。22個。エネルギー4つ。これは買っといた方がいいな。10個買おう。出せるもの。肉が高い。肉売っちゃうか。で、ね、こっち食えばいいもんね。宇宙食食えばいいから肉売っちゃって。あと高いものなんだ？根菜売っちゃう？売っちゃうか。売っちゃう、売っちゃう。10個10個で、クレジットをもらえるぐらいになるのか。よし、これでいいでしょ。で、今どんな状況だっけ？移送とかが途中？空っぽ。移送をお願いしつつ、海賊から逃げつつ、あと中の内装をなんか直しつつ、そんな感じだよね。ここ暗いね。なんか、一部屋ごとにライト置いた方がいいのか？あとトイレ詰まってるよ、これ。これはタイルが上限いっぱいです。これか。基板だな、これは。電子部品。名前電子部品って言うんだっけ、基板の。電子部品か、そうか。はい。まあ、とりあえずバンバンやってくれ。エネルギー。ロットが10個。足があるな、これな。コンポスターで使うんだよな。で、あ、スロットが空いてた、今。よくわかんないから、まあいいか。はい。で、これを置いたから、こっち外しちゃっていいんじゃねえかな。これを解体して、で、こっちを移動しよう。まあ、ここだよね、隣に。ここがいいか。に移動。まあ、足りると思うけどね。もし足んなかったら、こっち側にまた、発電機かな。そうするとね、この工業地帯がね、おかしくなっちゃうんだけど、どうしようね。すげえ放置されてる。運搬作業放置4。やべえな。急いってる？行ってる行ってる。二人がかり。あとは食料、そうか。だから今、クルーが、電気がない。電、ああ、外したからか。外したからだな、これな。となると、こことかか？こんな感じ？ちょっとやってくんない？これ。君に任せる。はい。運んでます。電気通んねえとまずいものは特にねえか。ここね、電気なくなると枯れちゃうんであれだけど。できた。これで、リンク？これとこれでいい？つながったな？大丈夫。接近。ああ、大丈夫だ。軍事同盟です。海賊ではありません。電気。いった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 。いかねえな。行った。で、ここら辺をちょっと解体していきたいんだけども、あれ、電気届いてねえな。ん、大丈夫か。足りたみたい。電気一回外れると電力が通るまでそこそこ時間がかかるんだね。で、この辺壁とか取っちゃって、この憩いの場を広げようと思っていたんだよ。とりあえずこの壁を外しちゃう。解体。エアロック遮断中、はい。どうですか？あ、終わるぞ、もう。よし、じゃあもう移動する準備しようぜ。少しサルベージしとく？スクラップとインフラ。ちょっとやっとこうか。攻撃終わった？終わったのかな？
14個終わったみたい。じゃあもう移動できる準備は整っている。あとは荷物の運搬さえしてくれれば溜まってます。あと検視台か、これをずらす先考えないとね。検視台、憩いの場の隣でいいかね。これもいらねえか、取っちゃおう。結構広くしよう、ここ憩いの場。で、検視、なんか赤いぞ、なんだあれ、なんか解体になってた。いや、ちゃ、あれ、いろいろ解体になってる。なんか変なタイミングで俺シフトをしてた。赤枠が多分解体の指示出しだよね。で、そいつはサルベージに行ってたのかな。来た、ベンジェフルスピリット。あ、来ます。宇宙船じゃなくて海賊船が来ます。逃げようぜ。準備中です。いいよ、帰ってきて。皆さん、いいよ。やらなくていい。帰って。あ、待って、待ち。手動。ドッキング。そこ。承諾。乗って。乗るのが、これ。エアロックねえと、こうなるんだね。で、サルベージをやめないとまた行っちゃうよね。はい、では次の鉱石行こうぜ。バンバン逃げよう、さっさと逃げよう。タイルが上限いっぱいです。これか、帰ってきた。行くぞ、シャトル。入ったら、ジャンプ。入ったね。行きます、ジャンプ。来てる。で、ここは何もないし、行っちゃおうぜ、こっち。なんかあるかな？一回出てみる？交易、アンドロイドだよね、これ。多分何もないでしょ。行っちゃおう。これに乗って、ここ？いいんだよね。いけます。ジャンプ。飛んでる？今ジャンプ中？寝てる？全員寝てます。あの時操縦の人いないんだね。で、飛んだ先で一回出ないといけないの、これ。で、これ、ここが、飛んだ先で、そうだよね。で、そこそこでかそうな構成形。あ、いっぱいある資源。次行っちゃおうぜ、もう。わあ。行けるところがいっぱいある。海賊も多いかもしんないね。次のとこへ飛んじゃおう。なんもないよね、ここ。なんもないです。行きますよ。電力リンク？なんだ？あ、そうなんだ。こっちでやった方がいいか。ここやるとまたなんか、3つしか繋がんないから。繋がりました。ジャンプいける？なんかだだっ広い操縦席です。まだか、人いねえわ。休憩時間？エナさん、頼むわ。新しいとこ飛んだら休もう。いけますよ。そっち。ここだ。出ます。いっぱいあるね。行き線がここ。この辺でいいか。うわー、ありがてえ。バンバン取ろうぜ。バンバン取ろうぜ。
まず、すべて回収。で、次4人で行くか。行き船乗り込みは。それがいい気がするな。同じ形してる。エアロックはあって、真ん中が壊れてる。こっちは？エアロックある。ここは壊れてる。名前はなんだ？赤カディア。アクカディア。こっちが？シメンストラ。わかんねえわ。なんでそこで休んでる？それ何それ？ん？何？あれ？ハイパースリーブチェンバーってなんかいるの？なんか入れたよね、今。エネルギー使うの、これ。あ、書いてある。資源としてエネルギーロッドし、あ、そうなんだ。高性化移動の時にエネルギーロッド使うんだね。知らんかったわ。空っぽ。空っぽ。空いてると、いつでも使えますよっていうことか？これな、なんでそこに落とした？夜です。タイルがいっぱいです。人がちょっと少ねえのか。いや、十分多いと思うんだけどな。で、明日の朝から、まずは採掘が始まります。両方あるね。ハイペリウムもエネルギウムもある。これが化学物質？化学物質と、炭素は4個しかない。お隣とかどう？あ、炭素あるね。さっさと行こう、さっさと。時間を早めました。ここに行く人を選別しないとね。アーノルドは、武装が1か。オーガスト、エナさん、ピアソンが3。あとアーノルド行く？ポットもう1個ぐらいあると、3人で採掘に行けて早かったりするかもしんねえな。行っちゃう？行っちゃうか。よし、じゃあ、オーガスト、シラ、違う。オーガスト、エナさん、ピアソンで、ここで乗ると。なんか乗れば来てくれるっぽい話で、どうするんだっけ。ドッキングのここね。はい、これで降りるとき来てるはず。行くぞ。アイコンでわかる？わかんねえな。いいのかな？降ります。来てる？あ、来てるね。そんな一回一回なんかわざわざ切るってやんなくてよかった。いた。いや、めっちゃいる、めっちゃいる。おわー。そう。まあ、確かに、船ちっちゃいからさ。接敵するときはそりゃ大量の奴らと出会うだろうよっていう。いないね。いない。今ので終わりかもしんねえな。しかし、あれ出口に固まっている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 。怖えな。今まではこういう端っこには大体いなかったんだけどね。いない。 OK。 これ酸素発生装置か。こんな端っこにまとめておいてある。いくぞ。いないかな。いない。なんかある。
クレジット45、少ない、る、乗ろうとしてる、やめてくんない？来るぞ、結構いるな。見てきます。いないね。終わった。いやー、いっぱいいたね。なんか乗るで、なんかある？おー、結構あんね。先に終わらせてからにしよう。採掘も終わってないでしょ。まだ終わってないんで、一回帰ってで、またちょっと休んでから行こう。海賊とか大丈夫かな。またこっちを縄張りにしてる海賊とかは隣来てない？大丈夫ね。つうか、その同盟の船も来ねえぞ今のところで。ずらしてくか。これがここ、これが横に。ライトが邪魔。ライト取っちゃって、解体。テーブルをでかくするか、もう一セット置くって感じか。帰ってきたよね。帰ってきてる。で、移動すると中入ってるのどうなんだろうね。これ結構入っているよ、中。ここ。この壁あってよかったか。結構広いけど、これを憩いの場にしよう。じゃあ壁置いちゃうか。壁。で、他のは、とりあえずいいの。うん、なんか、ちょ、え、なんで？全然見てなかったんだけど、何された？噛まれた？噛まれたっぽい。医者いる？医者。医療の人全然、あ、でもスキルさんが、やってくれたかな？バルさんが。あ、バルさん来たね。あ、なんか、血が、隣の部屋まで血が飛んでるぞ、これ。大丈夫？あ、やってる、やってる。トーマシナさんがやってる。まあ、回復するまで、次の船行くのも、あと、じゃあちょっと、移送はやっとこうか。すべて。で、移動できた。ここで閉じるか。ああ、難しいな。どうしよう。そこで閉じちゃうか。あ、でもこれフロアがあるんだよな。一個外か。これが邪魔だな。解体、解体、解体。ここに壁作って、テーブル、テーブルの位置。あ、しかもこれ今気づいたけど、椅子の数足りてないじゃんっていうね。7人だから椅子6個しかねえよ。こうなって、家具もう1個丸テーブルにするか。丸テーブル、椅子、こんな感じ。なんだこれ、何アイコン。まあいいか。さえなさんの傷はどうだい。開いた傷口。なんか前、時間が出たと思うけどな。治るまでの。あと14時間。結構かかるね。休み時間です。まあ、海賊とか来なけりゃいいけど。どうだい？採掘終わった？ここが終わった。
ハイペリウム、まだやってんね。採掘行ける人は誰？アーノルドだ。アーノルドと、エナさんはちょっと行かなくていいから、もう一人ぐらい上げとこう。スキル持ち、シラさんか。メンテ下げて、これでいいかな？産業、ピアソンも多分、行っちゃうから、育成に。シラさんが採掘と産業を任せよう。よし、まあこれでいいかな？で、夜なんで飛ばしますか。そっか、エナさんここなのか。なんか一人変なところで寝てんなと思ったら。早くしてます。夜中の2時。この辺も外しまうか。ポットもう一個置いてみようか。足りるか？ポットのポット。どれだ？これが。船体。船体一個しかねえんだってば。テックが1、インフラが2。エネルギーがやべえな、やっぱな。テック14。エネルギーと船体がない。炭素は5個ある。ああ、どうしよう。後半は後半。4枚ある。ちょっとやっとこうぜ、船体ブロック。6枚作るとすると、後半3枚か。やっとこう。船体ブロック6個分。タスク出ました。あ、エナさん起きてる。大丈夫なの？誰もご飯持ってきてくんなかったってことこれ。治療済み。出血は止まってる。行っていいってことそれ。じゃあ、行きますよ、俺は。ん？なんかやってる、ピアソンが。それか。終わったら来てくれ。よし、うん、事故。手動。そこね。あ、また戻ってったわ。ごめん、やっぱいいや。ちょっと辛いみたい。二人で行ってみっか、じゃあ。あ、トイレかい。あ、トイレだったか。今ね、医務室にまた寝に行ったのかと思ったんだけど、違ったみたいなんで。用を足した時点でまた、手動にして、そこ。オーガストとピアソンね。オーガストはハンドガンなんだ。いやでもなんかマシンガンを作るためだけにさ、なんだっけ、アセンブラーじゃなくて、ファブリケーターだっけ？あれを作るのもちょっとなっていう感じだよね。施設？なんだっけ？資源か。アイテムファブリケーター。アサルトとか作りてえけどな。あ、でもこれ後半か。プラスチックがあれば作れるんだ。プラスチックが多分、これだよね。化学だよね。炭素1個と、化学物質が 0.2 で、そっか、炭素だな。足んねえのは。必須だしね。だから、交易で見かけたら絶対に買っといた方がいいものっていうのをちゃんと、覚えておくのがなんか必要だよな。乗る。ドッキングが、こっち。よろしく。二人がかりで行ってるね。さあ、どんな感じかな？またいっぱいいそうだぞ。降ります。とりあえず大丈夫。行くぞ。いないっぽいが。行きます、エナさん。大丈夫っぽいな。
そっち側。その中は？特に。こっちはいないっぽいね。大丈夫だ。いっちゃいっちゃい。資源はどんぐらいあるんだろうか。いっちゃいっちゃい。いないと分かれば。バンバン行きます。終わった。あ、行っちゃった。これ、手動やめれば多分勝手に乗るよね。移送をオンにしとこうか。あんまりないね、ここは。こっちいっぱいあったよね。こっちの方が資源豊かです。まあいいか、両方ともいただいて。で、中の広くなってきた。ああ、これてんね。壁ここかな。壁。こうかな。解体。解体。今、船の中に2人しかいねえのか。2人。こっちに3人。運んでます。で、採掘が2人と。まあ、終わるね、採掘も。エナさん、傷どうだい？あと7時間。作業速度マイナス5だって。こういう赤いなんか、不快感とかあると、なんかいろいろ下がるんだね。全体的な機嫌がマイナス10。機嫌って、あ、有効度とかもある。ピアソンと仲が良くないの、これ。戦友のはずなのにな。そうなんだ。見捨てたとか思われてんのかな。で、中。肉とかどうかね、増え方、増える時間というかタイミングというか。戦隊ブロック買わねえな。作ってくれてないな。こっちか。やってくんねえな。根菜が11。果物が多いな。次果物が高く売れたらいいね。宇宙食も増えてきた。肉ばっかりだ。肉ばっかり。肉こんなに多くやってんのに全然たまらないね、本当に。3対1なんだけどね、他のと比べて。まあ、しょうがねえか。もう少し、クルーが、あ、また寝てる。傷口開いちゃった？なんだろうね。まあ、疲れてるみたいなんで、まあいいでしょう。さあ、ポッド、どうしようかな。置いてみるかどうか。すごく迷う。解体して。解体。壁が？ドアがあって、ここドアかな。解体が終わったらドアを置こう。この、ここの隙間とかもなんかすごい無駄な感じしちゃうね。置こうと思えばポッドが置けんのかな、これ。3マスあれば、ポッドハンガーが置ける？壁密着で一応ハンガー置けそうだけど、いいのかな？なんとも言えない。あ、やべ、壁できちゃった。違う、解体が終わってないから。あ、できた、できた、大丈夫だ。これが残ったままだと、またたどり着けませんっつって怒られちゃうよね。で、移送はどうだい？お、終わった。船体はない。こっちは？まあ、明日だね。
そろそろ夜が来るが、お、行った。二つ終わってる。結局これもあれか、化学物質か。あとこれは絶対取りたいよね。だから結局あれか、一気にやるんじゃなくて本当に欲しいものを先に選んでおいた方がいいよね。で、あのまた海賊が来て逃げる羽目になったりするからさ。これでね、エネルギーム取ってない状態で逃げたくないもんね。まあ、とりあえず夜なんで早くします。帰ってきた。お休みのお時間です。